ギターも始めたばっかりでまだ全然上手ではないんですけど、温かいお耳で聞いていただけたらなと思います。すみません、水だけなんですか。ちょっとすみません、緊張しちゃって。じゃあまず1曲目。浴衣がこの世で一番似合うのは多分君だと思う。よく誘えた、泣きそうだ。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君は綿菓子になりたい僕に言う。楽しいねって、僕はうなずくだけで、気の利いた言葉も出てきやしない。君の隣歩くことに慣れてない自分が恥ずかしくて、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだら、掴んでどんな顔で見つめればいいの。君がさっき口ずさんだ歌にもたまに目が合うことも、深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる、ただそれだけ、ただそれだけのことで、僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて痛くてもどかしくて、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの。もうすぐ花火が上がるね、君の横顔今焼き付けるようにじっと見つめる。どうやって君に映したらいいんだろう。横にいるだけじゃダメなんだ。もう君の気を引ける話題なんて特にそこついて、残されてる言葉はもう分かってるけど、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君に、綿菓子になりたい僕は言う。楽しいねって。ありがとうございました。
またお水飲ませてもらいます。すいません。緊張してんのに、あ、緊張、座ってるのに足が緊張してガタガタします。どうと、今度はじゃあまた間違えないように頑張って弾きます。じゃあ2曲目いきます。綿菓子でした。すいません。すいません。はい。じゃあ忘れないように先に言っときます。じゃあ次の曲は一刻です。はい。雨の匂いに懐かしくなるのはなんてなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんてなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら、苦しさなんて欲しいわけない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。嘘がつけるのはなんてなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春ってね、蓋が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスをどこか期待していた。先生、どうでもいいんですよ。生きてるだけでいたいんですよ。ニッチェもフロイトもこの穴の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さを指で描こう。思い出だけが見たいのはわがままですか。ドラマチックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうもんなんですか。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああ、この先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい。いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけを知りたいのはわがままですか。Thank you.
がとうございました。すいません、また水飲みます。すいません。でこれが最後の、次が最後の曲です。はい、最後の曲です。今度こそは間違えずに頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ先に題名言っときます。さよならエレジーです。いきます。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに、初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて離さないというけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。優しさが濁った日々の憂鬱は満員電車みたいだ。冷めたぬくもりをむやみに放り投げた。僕が愛を信じてもきっといなくなるんだろう。それならいらない、悲しすぎるから、さようならさえもうまく言えなそうだから、手を振る代わりに抱きしめてみたよ。流れ星を見た、流れ星を見た、願う僕の歌。そばにいるだけでほんと幸せだったな。そばにいるだけで、ただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないというけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。もう傷つかない、もう傷つけない、惹かれ君の歌。ありがとうございました。こんななんか間違えばっかりになっちゃってなっちゃったんですけど、聞いてくれてありがとうございました。はい、どうしたらいいんでしょうか。立ち上がればいいですか。
はい、ありがとうございました。はい、石垣なんかキラ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 さん、お素晴らしい。はい、マイク入ってる？マイクが入ってないかもしれない。あ、すみません、マイクをちょっと待ってくださいね。マイクが入ってないみたいです。入ったかな。はい、は、あ、来ました。はい、はい、石垣さん、どうも。なんか素晴らしい綺麗な花、あ、もらいました。花もね、ありがとうございます、ね、いいですね。花、ステージに花って感じで、今いくつなんでしたっけ。15歳です。15歳。はい、中学生。あ、中学3年生です。3年生、はい、3年生15歳。いいですね、本当にみずみずしいステージ。いや、初めて。あ、初めてです。全くの初めてで。全く初めて、はい、なんかいろんなところでこう個人的なところでライブしたりとかない？いや、全くないです。外で、今日は初めて。初めて。それはもう緊張するよね。いや、もういきなりけん玉させられてね一回も成功できなくてちょっと悔しかったです、ね、あ、けん玉何、もう今だったら自信ある？もうリラックスして。いや、ならないで、ならないで、大丈夫です。でも怖い。持ってた方がいい。大丈夫、いらない？はい、大丈夫です。いや、けん玉美女っていうことでね、はい、石垣さん、そう、最後のね、キラキラっていうあの文字、はい、あれは何なんですか？どういう意味があるんですか？なんとなくです、うん、なんとなく、なんかカタカナで、あ、キラキラで出てきました。あ、キラキラで、はい、あれ出せばいいんだ。はい、あ、なるほど。さすがになんかちょっと不思議な名前なので、ちょっとあんまりなんか石垣って4文字だけで、うん、石垣さんのことを言うのにあれを外したら失礼なのかなと思うじゃないですか、はい、皆さん。いや、大丈夫です。キラキラはキラキラで出てくればいい。でも変換で出てくるんだ。あ、多分キラキラで出てくると思います。なるほど。じゃあ皆さん遠慮せずに石垣キラキラで変換していただけるといいと思いますね。キラキラで。その意味は、意味、うん、あ、名前のですか。うん、もともとですね、私ナナというアプリで歌ってまして、はい、それのとアプリでアカウントを作るときに、はい、検索すると自分みたいな名前がいっぱい出てきちゃうことがあって、あ、本名の、それを防ぐために、うん、なんかいろいろ調べた結果、うん、妖怪の名前から取ることになりました。はい、妖怪なの、獅子垣。どういう妖怪？なんか一つ爪なのかな、なんか鬼太郎とかに出てくる。私の好きな夏目友人帳っていうアニメ漫画があるんですけど、うん、それの初めの方に出てくる妖怪ですね。はい、そうなんだ。はい、じゃあその たまにそのコスプレで演奏するとかそういうのはないんですか？いや、ちょっとコスプレちょっとイメージが分かんない。妖怪なんで、ちょっと結構グロテスクな妖怪。グロテ、なんか、まあ、布をかぶったような、布をかぶった一つ目だけが出てるような妖怪だったような。じゃあ、はい、顔出し NG だしちょうどいいじゃないですかそうですね、布かぶって出てきますかね、今度ね。それはそれでなんかネタとしてはネタとしてはあれですね、うん、登場するときだけそれかぶってくるとかね、うん、そうですね。なるほど、やっと獅子垣分かりました。なんか名前かなと思って、本名かなと思ってさ。いや、本名じゃないです、うん、全然違う。全然全く思って違います。あ、はい、下の名前もかすってない。はい、全然かすってない。全くかすってないです。あ、なるほど。あ、なんか例えば名字が木だけかすっひなんだ。あ、はい、きなんかニックネームとか、子供時のニックネームとかさ。子供時のニックネーム、うん、例えばヒシターさんだってがなんかクソガキだったから、ヒシガキとかそういうのあ、全くそういうのもかすってないですね。子供の頃柿が大好きだった、大好物だったとか。あ、柿は干し柿が一番好きです。あ、そうなの、はい、じゃそっから来てんじゃない、干し柿から、ひし柿って。干し柿はよく言われますけど、うん、ちょっとまた別の。あ、別なんだ、たまたまなんだなるほど、わかりました。さあ、はい、オリジナルは
オリジナルはもうなんとなく作ってたりして、はい、なんか変な何曲ぐらい変な曲もあ何曲ぐらい、うんうん、オリジナルがあればねメインアクトに進出できますからねチャンネルとはね、あら、うん、いや逆にオリジナルがないとメインアクトに進出できないというね、密かに作ってるんですけど、はい、ちょっと自信がなくてまだ全然、はいはい、わかりました。じゃあぜひねそういうの披露していただける機会ができればいいですね。はい、はい、なんか告知とかなんかツイッターとかホームページとか、あじゃあどうしようかな、ツイッターとツイキャスの方で弾き語りをやらせていただいてて、あとさっき言ってたナナっていうアプリの方でもやってるんで、よかったらフォローとかそういうしていただけると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございました。志垣さんでした。